死んでるバッテリーが余ってるんだが、好きなだけ持ってってくれ。おお。おはろう番は、せつです。見てくれてありがとう。今回はですね、NV4 が、結構前ですね、もうだいぶ前になりますが、パッチが当たりましてね、ADS 覗き込んでいる時のリコイルが、少しね、増えているみたいですね。若干覗き込んだ状態で撃つのが扱いにくくなっているといった感じの、パッチの内容ですね。いつだったか、多分3月くらいですよね、確か。はい、そのくらいですね。でも、後々、ちょっと、言い訳じゃないですけどね、更新していなかった、わけを言いますが、今回はこちらのね、NV4 弱体化後のやつを紹介していきます。今ご覧いただいたのが、パッチ前とパッチ後の NV4 のエイム時のブレ方ですね。で、多分2回ずつあったと思うんですが、構えてる時ですね、ずっと構えていると、こう、揺れる時というか、揺れるんですね。ずっと同じ状態で構えることができないので、揺れるんですね。で、それは今回のパッチでは何も変わってないと思いますが、その揺れてる状態でも撃つと、M とか、ブレが結構激しくなるイメージがあったので、一応、同時、二つのパターンを、紹介しました。比較しました。で、今回、使っていきますが、フォアグリップのやつもね、比較はもうご覧になったと思いますが、多分、少し変わるのかなっていう感じがしますね。実際に使ってみないとわからないですけど、わずか、なブレですので、そんなに気にしないのか、気にならないのかもわからないですね。で、今回フォアグリップとリフレックスサイトをつければ、なんかこうブレとかもなくなりやすいのかなとか、思い、多分、どうかわかりませんがね、これを使っていきます。で、リーサルは適当とか、タクティカル適当。で、ブラストシールド、リーコン、スカベンジャーで弾回収しながら、ハードワイヤーですね。ってな感じです。ちょっと、迷彩がね、うるさいと思いますが、その辺はね、ご了承くださいませ。導入に備えろ。言い訳は一切認めない。それでは実際に使っていきましょう。はい、行きましょうね。でですね、多分約1ヶ月くらいですかね、更新できていなかったと思うんですよね、 IW の方は。モダンオフやリマスターズの方をメインにちょっとやっていこうかなと考えていたのもありますが、ですね、エンブレムがついに実装、おお、なんか多分あれ鍵稼ぎかな、何なんかラグくないか、気のせい、ついにね、実装されたじゃないですか。で、それでですね、エンブレムを作りたくて、なんかラグいぞ。今の当たってないのがちょっとおかしいな。そこ仕掛けているよね。後ろから来そう。ちょっと待って。こんなんじゃ実況できないぞ。なんだこれ。大丈夫か、大丈夫なんよな。何これ、何これ、ひどない。これひどない。大丈夫かこれ。なんとか倒せるか。よし、じゃあね、さっきの話の続きですね。ちょ待って、カクつく、すごい。これあかんな。はい、それじゃあ気を取り直してやっていきましょう。さっきの回線はちょっと広すぎましたね。
今回頑張っていきましょうかね。で、IW ね、全然やってなかったので、そうね、モダンオフェアをずっとやってたので、今回頑張っていきたいと思います。どっ来る？なんか下の方にいないか。倒せないね。え、クロスファイヤー？ん？倒した？なんだ？なんか倒せてるのかなんか分かんない時があるな。はい、近いいっぱいいる。そこどこだろう。いっぱいいると思うんだけどね、なかなか会えないね。危ない。エネミー UAV がちょっとまずい。来ないか。後ろか。ディスしてる。あ、入ってきたな。待って。危ない。倒せないかと思ったぞ。上にいるよね、多分。いるね、多分これ。戦ってる。倒して。とりあえず外に出ようかね。まだあるな。倒した。あー、ちょっと待てよ。なんか仕掛けてあったな。後ろだな。やば。ちょっと待って。そういう機微。痛い。あー、ダメか。なんだ、投稿できなかったね。最大の理由が、まあ、ありましてね。それが、エンブレムが実装されましたよね。そのエンブレム制作期間にね、ずっと当てておりまして、で、実際に作ったのがこちらになります。はい、パッと見てお分かりいただけた方はいらっしゃいますかね。これ、デッドアライブのね、マリーちゃんでございます。僕の動画とかで、ね、見てくれてる方とかは、分かってくれる方はね、多分います。多分ね、いると思います。でも、エンブレムを作り終えましたので、これからはこのマリーちゃんと共に戦場を駆け巡ってね、バンバン行きたいと思いますんでね、よろしくお願いします。まあ、このエンブレムのために約1ヶ月間制作時間を費やしたって言ってもですね、実際このエンブレムにかかった時間は1週間ちょっとぐらいなんですよね。実はもう何を作ろうかなって考えている間がめちゃめちゃ長くて、実際にエンブレムを作った時間はそんなになかったんですね。なんか本当に申し訳ありません。敵さんいないぞ。なんだこれ。フローキル倒すは2キルしかできてないな。倒して。あ、やばい、怖いな。ちょっと待って。無理。ごめんなさい。よし、始めるぞ。星ダメ当たらなさすぎないっす、それは。さすがに。あ、左か。なんかリスポーンしたね。来ない。あ、いる。あー、マジか。ずっとついてきてたか。あら、何普通に来たな。どう来るかな。そう来る。危ない。なんだ。あれ、来ないね。リロードして、その上の方なんだよね。
あ、行っちゃったな。あ、腰ダメがなんか当たんないな。下下下。なんかいるんだけど、どこにいるかわかんない。うう。おう。オッケー。カモン。あれ？オッケー。来るか？オッケー。UAB へ出したいな。UAB はそちらの位置に向かう。あ、奥にいるね。ちょっとこっから離れて。倒して、カウンター出して。あ、どこ来るかな。下に行ってる。間に合うか。危ねえ。いけるかな。怖いな。お、オーデン来た。リロードできてないし。あー、よかったなんとかギリギリいけましたね。ということで今回は一応弱体化された NV4 を使っていったんですが、すごい集中してたプレイに、クイックじゃないや、グリップとかリフレックスサイトのおかげでちょっと扱いやすくなってるのかな。なんかあんまり使ってて変わった印象はなかったんですよね。ですのでこれまで通り使っていけるんじゃないでしょうか。といってももう1ヶ月くらい前にパッチ当たってますがね。はい。で、それともう一つ吉報がございます。私ついに VR、 え、言ったっけな、言ってないよね。 VR をね、 PSVR を購入いたしました。はい。これで念願のバイオハザード7実況をね、念願のできますので、もしそちらもねよろしければ合わせて見ていただければなと思います。はい。で、これからもガンガンね IW 動画も出していきたいと思いますので、これからも応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回別の銃紹介していきますので、もしよかったら見てください。そんじゃ、バイバイ。